場運動の瞬間にようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら朝日飲料カルピスウォーターレモンを飲みたいと思います。すっきり爽やかなことが入ってますよ。過去に販売されたことあるんでしょうか。これは気になりますね。復刻したということはそれだけ当時支持されたということでしょうし。では早速チャンネル登録よろしくお願いします。もともと三匹の飲み物であるところもあるのかもしれませんが、思ったほどレモンの酸味は感じなかったですね。若干苦味の方を感じているようなそんな気がしました。確かに爽やかになりますが、ちょっと思ってたのも違うかなということで、こちらもテストとさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただきお楽しみいただけましたが、もしそうでしたらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。We'll be right back.